さあ今日もやってまいりました、しーちゃんのなの TV。 はい、今日は1月23回目というわけで、今日はですね、お母さんに作った一曲、祈りという曲を聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。風見静香で祈り。私はあなたに何ができるかな、あなたを癒したり元気のもとになれていますか。あなたはいつも素直じゃなくて、強がって無理するような人だったから、心配してるよ。世界中の誰よりもあなたの幸せ願います。あなたには幸せになってほしいから、ああどうか幸せに。私はあなたに何かできたかな、あなたを励ましたり心の支えになれていますか。あなたはいつも自分のことは二の次にするような人だったから、心配してるよ。世界中の誰もがあなたのことをバカにしたとしても、あなたにはこの私がずっとそばについてるから、ああどうか負けないで。いつか二人に別れが来たとしても、どんなに遠く離れても変わらないよ。世界中の誰よりもあなたの幸せ願います。あなたには幸せになってほしいから、ああどうか幸せに。どうか幸せに。
今日は祈りという曲をお届けいたしました。この曲はですね、まあ、お母さんに向けて作った曲でもあるんですけども、サビの部分はね、ずっと仲良かった友達が結婚が決まってね、本当にその子すごく苦労してた子だったので幸せになってほしいなっていう願いを込めてサビが出来上がったのと、あとはあのね、沖縄に私田舎に泊まろうの旅、一人旅をしたことがあって、まあその旅も本当いろいろあったんですけど、結果ね大成功して、その時にお世話になったお母さんがに向けて作った曲であったり、まあ自分の親に向けて作った一曲だったりもします。ね、いろんな人にこう幸せが宿ればいいなと思って祈って作った一曲です。皆さんに届くと嬉しいなと思うんですけれども、はい、というわけで今日も、風を見て穏やかに変わると書きまして、風見静香がお送りいたしました。また明日。